姉川の戦い。姉川の戦いは、戦国時代の元気元年6月28日、1570年7月30日、グレゴリオ歴8月9日に、大宮在軍姉川,川原（現在の滋賀県長浜市の村町付近で行われた、合戦である。姉川の戦いという故称は、もともとは徳川氏の呼び方であり、婦人した土地名から織田、浅井漁師の間では、野村合戦。 朝倉市では、三田村合戦と呼んだ。終わり、愛知県西部出身の戦国大名である、織田信長は、駿河の今川義元を討ち取り、斎藤達沖から美濃を奪取した後、上洛を目的として、大江に侵攻した。侵攻に先立ち、北、大江を治める浅井長政には、妹であるおしの方を目め取らせて、織田氏との縁石関係を結んでいた。信長は、 朝石からも、援軍を得て、共通の敵である南大海の有力大名である、六角義夫氏を破り、観音事情の戦い、足利義明を報じての上洛を果たした。その後、信長からの上洛参集要求などを拒んで、対立した越前の朝倉義影に対し、元気元年、1570年4月に、信長が越前への侵攻を開始すると、朝倉氏との縁、 同盟関係、主従関係ともも深かった長政は信長から離反し、織田軍の背後を襲った。優位から一転、攻撃される危険に陥った信長は撤退を開始。信長の家臣たちは、金ヶ崎の尻ぞき口を経て退却した。織田軍の撤退後、朝倉義景は自身は、鶴ヶに退陣し、戦後処理や浅井長政との連絡に努め、 5月11日に一族の朝倉経香神を総大将とする大軍を大海に進発させる。朝倉軍は浅井軍と共に南大海まで進出し、六角義方と連携し、信長の攻撃を図ったが、この連携はうまくいかず、信長は千草越えにより5月21日に岐阜への帰国に成功し、六角軍は6月4日、安河原の戦いで、柴田勝家、 佐久間信盛に敗れてしまう。このため、浅井朝倉軍は、美濃のたるい、赤坂周兵を放火するとともに、国境に位置する長飛、刈谷をといった城塞に、おさむを施し兵を入れて、織田軍の来襲に備えた。朝倉軍は6月15日に、越前へ帰陣するが、前後して、長飛城に配置された、堀州村、樋口直房が、長略により、信長に降り、長飛、 狩安を領上は陥落する。これを受けて6月19日、信長は岐阜を出発しその日のうちに長飛城に入った。6月21日、信長は虎御前山に布陣すると、森吉成、堺聖章、斉藤理事、柴田勝家、佐久間信盛、八谷頼高、木下秀吉、庭長秀らに命じて、小谷城の城下町を広範囲にわたって焼き払わせた。 翌6月22日、信長は、伝軍として、柳田広政、中城家忠、笹成馬さらに、鉄砲隊五百、旧兵三十を引きさせ、一旦後退した。6月24日、信長は、小谷城とは、姉川を隔てて、南にある横山城を包囲し、信長自身は、辰賀花に布陣した。ここで、徳川家康が、田軍に合流し、 家康もまた辰ヶ原に夫人。一方、浅い方にも、朝倉経験率いる8千の援軍が到着。朝倉勢は、小谷城の東にある、大寄山に夫人。これに、浅い長政の兵5千が加わり、浅い、浅倉連合軍は、合計1万3千となった。6月27日、浅い、浅倉方は陣払いして兵を引いたが、翌28日未明に、 姉川を前にして、軍を二手に分けて、野村、三田村にそれぞれ布陣した。これに対し、徳川勢が一番合戦として、西の三田村勢へと向かい、東の野村勢には、信長の馬回り、及び西見の三人衆、稲葉義道、宇治江牧前、安藤森成が向かった。午前六時頃に戦闘が始まる。浅い方も姉川に向かってきて、 火花を散らし戦いければ、敵味方の分野は、伊勢尾の開始の数期して、行き継ぎ合え、ぬふぜえなり、信長きという激戦になったが、浅井、浅倉連合軍の陣形が伸びきっているのを見た、家康は、榊原康政に命じて側面から攻めさせた。まずは、浅倉軍が敗走し、続いて、浅井軍が敗走した。結果的に、織田、徳川側が千百余りを打ち取って勝利した。 合戦場付近のケツ原や近和という地名は王子の激戦ぶりを伺わせる。信長は小谷城から五十丁ほどの距離まで追撃をかけ、麓の家々に放火したが、小谷城を一気に落とすことは難しいと考えて横山城下へ交代した。まもなく横山城は降伏し、信長は木下秀吉を常盤として横山城に入れた。姉川の戦いは、 朝倉、朝井軍の奇襲であったという説を、高沢一氏は唱えている。6月27日早朝に、朝井、朝倉軍は、一旦、大寄山から姿を消した。この時の状況を、信長後期では、6月27日の暁、月、人払い七日祭り、ばかりしりぞき港と存じ公のところ28日未明に30丁ばかり、かかりきなりと人払いして退却したと思った朝井。 朝倉軍が突然とし、距離30丁のところに現れた様子を記している。織田軍は、敵勢が陣払いしたと勘違いして、再び軍勢を横山城の包囲体制に戻し、織田軍は本陣の背を突かれる形となり、両軍陣形を整えず、即座に戦いに入りしたとする。また、姉川の戦いは、両軍に知事を取り決めた合戦だったとしている。 姉川の合戦における浅井家の被害は人大で、長政が信頼していたと言われている重臣、遠藤忠史行や長政の実弟浅井正幸をはじめ、浅井正澄、湯気家澄、今村氏直ら浅井家で、中心的役割を果たしてい武将が戦死した。浅倉市では、間柄直隆、間柄直澄、間柄隆竜らが討ち死にした。両軍は、戦場からの撤退戦で、 多くの戦死者を出した。一方、初期戦闘で苦戦した織田方では、堺聖将の着手である日殺なら戦死している。横山城は降伏、信長は木下秀吉を城主にした。この戦いには敗れたがこの時点では、浅井・朝倉連合軍にはまだ余力は残っており、大江・越前周辺では、比叡山の総兵衆や石山本願寺の一行、一騎と手を結び、 古才の滋賀軍などで攻防戦が繰り返された滋賀の陣。これらの戦いでは、小田方の被害も軽微なものとは言えず、信長の実定、小田真次をはじめ森吉成、堺政将などの諸将を失った。信長は、浅井、浅倉を支持する、比叡さんを焼き討ちするなど、周辺的勢力の相当に打って出た。また、軍事力だけでは攻略は困難と判断した信長は、 超略によって、浅井家の内部分裂を図った。その代表例が、姉川の合戦で、最も武功を挙げた、磯野和正の理官である。姉川の合戦により、両国が南北に分断されてしまっていたため、犬上軍の沢山城を守備する磯野和正らは孤立してしまい物資の急すら、ままならない状態であった。そこに目をつけた秀吉が、浅井家中に、 和ズ内通の風雪を流し、長政サらに、和ズに対する疑念を持たせることに成功。長政は再三にわたる和ズからの物資補給の要請すべて拒絶し、兵糧が残り少なくなった和ズはついに、小田方に投稿し野菜滅亡の流れを決定づけることとなった。次第に弱体化していった井朝倉領氏は、対極的な戦略に、方向転換芝居の武田源也、 本願事件によら特美信長法囲網を形成していくことになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。